ANGN 漫才の最後の日、2016年、テレビ番組での露出が増え始め、特にみやぞんは世界の果てまで行って Q での活躍を通じて大ブレイクを果たした。一方で、アラポンは地元足立区での生活を続け、コンビ活動に専念。しかし、みやぞんの海外ロケが増えるにつれ、お笑い賞レースへの参加が難しくなり、コンビとしての活動に支障が出始めた。加えて、みやぞんの高級住宅街への引っ越しは、二人の間に物理的だけでなく、精神的な距離をも生み出した。解散の背景には、お笑いという共通の夢を追いかけてきた中での、価値観の変化や目標のズレがあった。特にみやぞんは、自身の可能性を広げるためには、コンビを離れる必要があると感じ、この決断を下した。このプロセスは決して容易なものではなく、多くの葛藤と話し合いを要した。アラポンは、最後のトークライブでもう忘れましたと語り、解散を受け入れた心情を吐露。しかし、この言葉の裏には、二人が共に過ごした時間、共有した苦難、そして達成した世界の深い敬意と感謝が込められている。ライブでは、観客との距離を縮め、彼らのサポートと愛に感謝しながら、未来への希望を語った。この週末は、お笑いを通じて数多くの人々に笑顔を提供してきた ANGN 漫才の旅路の終わりを告げるものであるが、同時にみやぞんとアラポンそれぞれの新たな始まりを意味している。二人はそれぞれの道を歩むことになるが、23年間の共同作業から得た経験と教訓は彼らの芸術と人生に永遠に影響を与え続けるだろう。